ウィングスは韓国で発売された男性アイドルグループ、防弾少年団の2枚目のスタジオアルバムである。2016年10月10日にロアン・エンターテインメントより発売。2016年9月に公式 YouTube チャンネルにて各メンバーのショートフィルムが順次公開され、後日所属事務所から2枚目のフルアルバムを発売することが発表された。前作、シリーズでは、 青春の苦悩や葛藤を描いたが、本作では、ショートムービーに、ヘルマンヘッセの、デミアンからの文章を引用するなど、誘惑に出会った少年たちの葛藤と成長のための、話というテーマで制作された。アルバムは、ムーンバートンを基調としたタイトル曲、ブラッドスウェットティアーズや、各メンバーのソロ7曲、サイファーシリーズの最新版、ケブモノカバー曲、アム、アイロングなど、 全15曲から構成されている。本アルバムは予約段階で約50万枚の注文があり、年間売上は75万枚を記録した。この年間売上はガオンチャート開設以来史上最高の数字だった。また、タイトル曲 Blood Sweat and Tears は国内8つの音源リアルタイムチャートでも1位を獲得し、ミュージックビデオは 公開1日で630万回再生、41時間で1000万、再生を突破した。また、世界各国の iTunes 総合アルバムチャートでも1位を獲得した。特に顕著な成績としては、ビルボードを200に26位、全英アルバムチャートに62位でランクインしたことが挙げられる。どちらも韓国歌手としては、史上最高の成績であった。 今作の成功により各種受賞式でアルバム大賞等を受賞、名実ともにトップアイドルの仲間入りを果たした。Wings 外伝《i d You Never Walk Alone は韓国で発売された男性アイドルグループ、防弾少年団の2枚目のリパッケージアルバムである。2017年2月13日にロアン・エンターテインメントより発売。2017年1月23日、 所属事務所が2月13日にウィングスのリパッケージアルバムを発売することを発表。今作の予約枚数は約70万枚を記録し、月間で約71万枚を売り上げた。タイトル曲、春の日は韓国主要8つのチャートで1位を獲得し、前作同様オールキルを達成した。Not Today のミュージックビデオは、 公開されてから21時間38分で YouTube 再生回数1029万3859回を記録し、当時の K-POP グループ史上最短で1000万回再生を超えた。また前作、Wings に続き、Billboard261 位でランクイン。これにより、防弾少年団は2015年12月、火曜年カパート271位。 2016年5月、火曜年間ヤングフォーエバー107位、10月のウィングス26位に続き、4作連続でビルボード200に上がる K-POP 史上最高記録を作った。ありがとうございます。